ん、何？誰だ誰だ？にゃー出てきた、これだ、アイドルだ。仮面つけてる。え？ウッホ？ウッホって書いてあった？クーカちゃん？え、なに？誰？万太郎？ DJ か？おい、すごい！新しいの出てきた！なにこれ？てか、ビジュアルいいな！おっと、これはいい。すげえ！スリミ連合のことをスリミ連合？スリミ連合はバンカラ街のニュース番組バンカラジオ。アイドルだよね、だから。お、すごい。3人組だ。ステージ情報のほか、さまざまなニュースをお届けしてくる。マジか。これはやばい。バンカラ街の新しい情報だ。生コフォンってなんじゃ。ニュースを長ら聞きすることもできるようだ。スマートフォンみたいな感じか。さすがに生コさんありたくないなと思ってるけど。あ、フェスだ、これフェスだ、フェス。いや、またやりたかったんですよ、スプラ3でできる。いや、 BGM がいい。うわー、ちょっと上がってきたな、バイブス、バイブスが上がってきました。いやー、かっこいい。サメって書いてあったよね、サメの申し子みたいなこと書いてあった気がするけど、なんかかっこよさを感じます、ふうかちゃんには。あと、ウツボかな、ウッホって書いた。ちょっと目が悪くてちょっと見えなかったんですけど。ねえ、この DJ かわいい。おお、 DJ いるよ。この子もかわいいよね、なんか。なんかちょっと、ポップな、ポップというか、はい、もうファイカラって感じだね、それこそ。かっちょいい。静かに見てよっか。今回もフェスが開催されることが決定した。フェスは告げられたお題に対しいずれかの陣営に投票しバトルで決着をつけるイベントだ。今回は3つの陣営に分かれて開催されるようだ。2部構成となっており、前半戦は4対4の縄張りバトル、そして後半戦は、ん、鳥からバトル。うわ、鳥からバトルは なんと3つのチームが一緒に戦う特別なルールとなっている。マジ ?1 位のチーム4人がステージ中央に、暫定2位のチーム2人と暫定3位のチームの2人が挟み撃ちにする形となる。1位のチームは守りきれるか。いや、普通に考えて2対4対2だよ。普通に考えたら2対4対2だぞ。ちょっと待って、難しい。でもすごい、色合いがめちゃくちゃ綺麗。マジ?2対4対2。それでは最後に、すごい。いや、でも、いや、すごいいいバランスかもしれない。めっちゃ楽しそうじゃないですか、トリプルバトル。やばー、やばー、やば、待って、やばー。おおおお、カメラつけててよかった、俺のこの喜びくらい、ちょっと。やばい、楽しそう、めっちゃ楽しそう。早くやりてー。